は11時32分になりました。日本放送の制作でお送りしています、あっこのいい加減2000回、続々とお電話ファックスメールいただいておりまして、オープニングでのトークを受けてですね、はい、うちの旦那もというメールが相模原の妙子さんから届いております。なんですか、あっこさん、うちの旦那も、はい、賞味期限っていうんですか、はい、消費期限ですか、はいはい、うるさいんです。あ、はいはい、男の人の方が案外そういうの神経質なのかもしれませんね。あ、なんか、まあ、私も初めてなんですけどね、はい、そう言われたの、はい、まあ、昨日はうちの旦那に限って言えば賞味期限黙って壊しときゃ分かんないのよ、うん、野球が見たかったんだから。なるほど、それですることないから、私がリビングにいるから、はいはい、でちょっと呼んで、はい、なんかこうご様子伺ったんじゃないの卑怯だから、きっかけ、何と言っても卑怯だから、うち卑怯だから、卑怯ね、ジャングルとかそういう谷底とかそういう卑怯ですね。そう、卑怯、はい、卑怯ですからね、はい、世田谷のプニョさん、はい、アッコさんの旦那様ではないですが、はい、うちの旦那は時々怪しい行動をとります。はい、携帯をいじっている時に、うん、私が近づくと、うん、2メートルぐらい距離をとります。あ、離れるんです。はははアッコさん、これ怪しいですよね。私、旦那が携帯やってるのは何しよう、で私リビングで充電してますから、旦那が見ようが何しようが、だって私の携帯の暗証番号とかあるでしょ、はい、旦那もマネージャーも全部知ってるんですよ意味ないやつ。そうですね、あっこさんに関してこんなに秘密のない人いないですね。ないよ、本当マネージャーにちょっとこれ見て見て、これ どうするの、これ何ログインってないこれとかって、パスワードいくちゃったって、マネージャーちょっとはい OK です、お前なんで知ってんのそうですよ、全部知ってますよ。でも私はもしそこに旦那のがあったとしても見ません。余計なことその見なくていいもの。この間なんか面白いですよ、なんかどうやったら海外行くときに携帯ってちょっと簡単な充電器ないのとか、のボックスみたいなの入れてるから家だと、はいはい、大丈夫ですよ、あれ外せばいいんですっつって、どこ入れるのとかパッカン開けて、ここ入れりゃいいんだとかっつってレコーディングしてたんですよ、はい、また言えないレコーディングね、うん、秋に出す、はい、でなんかみんなとご飯食べて、そういうさ、バーバルも電話してくれたり楽しかったよねって、で一郎なんかもメールくれたりして、もうなんかすごい楽しかったんだ。携帯がない、待って、私スタジオでかけてません、車はかけてません、あれ、じゃあ車の中、電話してもらったら、ないない、そこら辺音出せ、かからない、念のためにマネージャー浩司さんに、旦那に命令してみますね、テーブルの上にひょっとして充電してる携帯機がないでしょうか、即そのままあります。音になるとこじゃないですか。だから私はなくすと他の人の電話番号とかあるから、それが心配なだけだって、私自身は別に携帯であろうがスマホであろうがそんなに大変じゃないんです。こんなにオープンなアッコさんですけど、仮にですよ、はい、何かこう秘密にしておきたいなみたいなものがあったとしたら、どうするんですか。秘密、携帯でですか。携帯に限らずですね、なんとなく、まあ、マネージャーにもご主人にもこれは言わないで自分の中だけで取っとこうみたいな。ああ、日記帳はちょっとわからないところにあるね。ああ、なるほど。手帳とかはわかるけど、それぐらいですかね。そのぐらい。なんか、それ読まれても別に構わないことだけど。ああ、なるほど。なんもないし、プラントある。言えないか。あったら言えないか。ありますね。会社に対する不満。会社に対する不満、何にもありませんよ。はいはい。女房に対する不満。まあありますね。なるほど。いや、でもこういう夫婦のメールも届いておりますが、はい、ここでちょっと番組からのお知らせですが、はい、来週8月29日土曜日のこのいい加減に旋回はこういう内容でお送りします。北斗晶&佐々木健介参上、ゴッド姉ちゃん VS デンジャラスクイーン最強トークデスマッチ。チェンジオンドリーム、チェンジオンドリームをスポー、毎週お知らせしておりますが、はい、いよいよ来週のこの番組に北斗晶さんと佐々木健介さんご夫妻が登場です、うん、先週の放送の時に大
二人が出演する日にちを勘違いされた方いらっしゃいましたが、はいはい、繰り返しますが来週の土曜日、はい、29日土曜日です、うん、ちなみにこのデンジャラスクイーンとは北斗晶さんのプロレスラー時代の相性ですね、はい、で実はお二人のスケジュールの関係もあって先日収録いたしまして、はい、本当にいい夫婦でしたね、ほんわかしたね、周りを幸せにしますよね、なんか幸せのお裾分けをいただいた感じでしたね、うんうん、北斗さんと健介さんの出会いからお互いの第一印象のこと、そしてわずか40日間の交際で結婚を決めたきっかけ、理由、料理のお話、子育て論で、健介さんが今も聞くたびに涙が出る曲のお話など、はい、本当にたっぷり伺って、はい、マッコさんまた終始ニコニコでしたね、嬉しかった、本当好きなんだもん、はい、うん、これも聞いていただければきっと幸せな気分になれると思います、はい、で北斗晶さん、佐々木健介さん登場、来週29日のいい加減2000回どうぞお楽しみに、そして皆さんからまたまたメールファックスいただいてますんで、今日なんだかなんか君のなんか話のこの、はい、あっち行ったりこっち行ったり、そうそうそう、ね、飛び方が気になんね、心ここにあらずみたいな、なんかあんの、ここにしかないです心は、そう、はい、なんだかね、次何やろうとしてる、読めないわ君のやろうとしてることは、そうでしょうね、ここも読めないですするから、そわそわするんだよ、お店はタバコ吸っちゃいけないから、あ、ね、
しないしょお前とかっつったら、タバコだからあの目かけちゃいけないと思ってとかって言いながら、あの私の横に座り出したんですよ木梨が。で木梨のお友達